け。このまま突っ走れ。後悔するぜ。書かなきゃ、もっと書かなきゃ、書かなきゃ。嘘だろ。あんたが神隠しの犯人なのか。あら、真田くん。え、真田くんなの。ああ、真田くん、本当に真田くんだ。西野さん、マジかよ。何やってんだよ。何って見てわからない。私、漫画を描いてるの。ほら、見て、こんなに思い通りに描けちゃうの。二次創作じゃない、オリジナルだよ。完全にオリジナルなの。西野さん、どう真田くん、すごいでしょ。私、これだけ書ければ文句なしにデビューできるよね、プロ。漫画を描いてるだって意味わかんねえよ。笑えねえんだけど、マジで。真田くんも私の漫画をけなすんだ。やっぱりそうなんだ。あのデジモン、つうかなんだよ、あの。真田くんもあいつらと一緒だね。私の作品を無意味にけなして、私の夢を邪魔して、何事もなかったように笑って。いくつ、こいつはヤバそうだぜ。私、あいつらを笑えなくしてやったの。ここだと何でも私の思い通りになる。漫画に書いたことが
本当になる。真田君も笑えなくしてあげる。でも殺したりは絶対にしないよ。だって私の漫画が完成したら、お前らが私の読者に、私の漫画の虜になるんだから。それまでお願い、黙ってて。お願い、それまで何も見ないで、見ないで。見ないで。案外大したことなかったな。そんな私の夢があれがいないともう書けない。西野さん、俺あんたの漫画、とにかく漫画を描くのが好きって感じがさ、俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあんたが羨ましいって思ってたんだ。それがこんなことになるなんてよ、正直信じらんねえっつうか、気づけなくてすまねえ西野さん。真田くん、私ただみんなに、とても私の中で何かが膨らんで止められなかった。どうして。まずい、逃げろ。え、西野さん。
てめえ許さねえ。Let's go.
これを使って。これを使って。おれ。このまま突っ走れ。収束するぞ。けっ、本当に解決しちまうとはな。一体どんな手を使ったんだ。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば失踪者は全員無事けど、失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまってるらしい。これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだなこりゃ。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。ああ、お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前にとっとま、ご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群を発症した。イーターはデータを食らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化しているとすると、西野さんは半分だけ食われちまったのかも。データ化した意識だけ。エデンでイーターに自分のアバター精神データを食われ、肉体だけが現実世界に残される。それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる？イーターを倒せば食ったデータを吐き出す。いや、あのイーターを倒しても西野さんは意識を失ったままだ。ダメだ、情報が足りねえ。
スウェードのおっさんを探し出して聞いてみるか。つうわけで俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわ。そんじゃまたな。失踪事件に迷いが、巨大デジモンにイーター、なかなかの大冒険だったようだ。注目すべきは巨大化したというデジモンだな。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女はデジモンに影響を及ぼしたのだ。彼女の心の奥底にある妄執、承認欲求、エゴイズム、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ、結びつき完全に支配してしまった。そして迷いがの発生で結びつきが強まり、超常的な力を発揮するに至った。彼女はハッカーではない、デジモンとも縁遠い、ごく一般的な人間だ。それでもデジモンを強化した上、刺激し今回の事件を引き起こした。人間の意識というものは核も凄まじい力を秘めている。ともかく事件の解決はめでたい。ご苦労だったね。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつある。頼もしい限りだ。しかし気になるのはスエドー明美の動向。迷いが内部は危険であるにもかかわらず、なぜ彼ほどの人材が単独で動いている。天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計り得ないということか。だがそれは取りも直さず、我々に計り得ない動機があるとも言えよう。推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去りにする。私も迷い込んでしまったのかもしれないな。思考と思考の迷いなに。Hurry up!